松本智子ミュージックチャーム。ご機嫌いかがですか？ DJ マッピーこと松本智子です。私が音楽の魅力について語る動画番組ミュージックチャームにようこそお越しくださいました。日常あふれているたくさんの音楽の中から時代にとらわれずいろいろご紹介します。時には私のおすすめだったり、音楽アーティスト事務所からの大プッシュだったり、音楽メーカーさんのリコメンドだったり、音楽好きの友達から紹介してもらったり、様々です。あとは私の仲の良いアーティストをこの部屋にお迎えしてトークをするなどなど、盛りだくさんです。前回は少々長くなりました。今回もぜひリラックスして最後まで楽しんでくださいね。早速今日は素敵な男性を私の部屋にお呼びしました。藤岡正明さんです。こんにちは、藤岡正明です。よろしくお願いします。さっきと違いますよね。違いますね。始まったらね始まったらちょっとあのキャラクターがね、オフィシャルでね。そうですね。まああの今日ちょっと焼けてませんか？そうなんですよ。今日ちょっとあの屋外でライブやってきまして、でそのあのそのまんま来たんで、なんか焼けましたよね。焼けましたよねなんかね。いやじゃあなんかそんな感じしなかったんですけどね。じゃあきっと来てくれたお客様もほんのり日焼けして、そうだと思います、ね、いい空間だったんじゃないでしょうか、はい、そうですね。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。藤岡さんは、はい、私が初めてインタビューさせていただいたのが、はい、結構前だったんですよ。そうですよね。でミュージカルでちょっとこう何年っていうのってご自身でピッときますか？何年？ああなんとなく。レ・ミゼラブル。あそれはね、レ・ミゼラブルはあの2005年から5年間ずっと長い長いですよね。その5年のいつだみたいな感じその、ね、結構後半で、ね、はい、インタビューさせていただいたのは、はい、さらにその後すぐブラッドブラザーズの再演があって、はい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 、だんだんその自分がどの時期か分かります、ね、分かります。でその後、アルバムバイミニウェイズ、はい、俺ちょっと待ってよ、バイミニウェイズが2009年。そうですね、9年ですね。9年です。はい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 、ドッグブレスユーという、はい、ね、ワンちゃんたちをと幸せに暮らそうっていうウェブマガジンでインタビューさせていただいたのがきっかけでした。あれからでももう2年ぐらい経つってことですね。そんなに経つんですよ。そうですね、大人になりましたよね。大人になりましたね、なんかその時、はい、ご自身の愛犬は仕事の都合上、そうなんですよ、なかなか一緒にいられないっていうことで離れてたんですよ。そうですね、うん、で、おばあちゃまのところに行ったのかな。そうなんですよ、はい、その代わりに代役で私の愛犬のピノが、藤岡さんとデートするという設定だったので、はい、でうちのピノは、はい、本当うち弁慶で、はい、基本的にはあの特に男性には懐かないんですよ。あんまそんな感じしないですけどね。そうなんです、うん、実はピノがキスをした唯一の男性なんですよ、ね、あ僕ですか。そうなんですよ。あらファーストキス、ファーストキス結構奪われてましたよね。あ本当ですか。で食べちゃいましたからね。食べちゃったでしょ、ね、これね食べられちゃったっていう顔をこうね持ってね、はってね、衝撃のトイプードル、衝撃の写真っていうのがですねぜひサイト見てください。素晴らしいカメラマンに撮っていただいた衝撃のキスシーンがですね残っておりますので。あれキスね、食べられたみたいな、犬とディープキスを結構あのまだそれがね思い出に残ってるのか、はい、性格変わりましたからだいぶ。本当ですか。のっぴーさん食べることない？ないですね。ないですか？ないですね。ないですか。僕はもうあのゴールデンレトリバーだろうが食べますから。本当に？はい。じゃあ愛犬はもちろん、もちろんもう犬だろうが猫だろうが。本当ですか、はい、愛犬はつくねちゃんっていう可愛らしい、なんか美味しそうな名前ですけど美味しそうな名前ですよ ね。美味しかったですよこれ。ほんもつくねちゃんも、はい、そうですか。よだれだれだれですけどねでもなんか本当にあのペットに関しては私たち、はい、ついついこう情が ね、深くなっちゃいますけど、うん、こういろいろブログなんかを見てると、はい、なかなかこうお別れっていうのもあって、ね、寂しい思いもしたみたいですけども。そうなんですよ、ちょうど3月の終わりかな、うん、にあのあ4月入ってたっけな、あいや3月だ、3月の終わりに、うん、あのちょうどうちの実家の猫がですね一匹すごい僕が可愛がってた猫なんですけど、うん、突然死んじゃって、まあ、なんかこう急性心筋梗塞みたいな感じで。あやっぱり動物でもそういう突然のことがあるって聞きますけど。そうなんですよね、うん、もう泣きましたね。泣いた、泣いて泣いて泣きまくって、うん、であのまあその死んじゃった日にも急遽実家戻って会いに行ったんですけど、はい、でその後あのちょっとお葬式っていうか、うんうん、まあ、あの仮装をするのにあのもう一回行ったんですよね。でその日も泣いて、でその
仮装した翌日稽古だったんですけど、舞台の舞台の稽古があったんですよ。舞台の稽古があったんですよ、はい、まあちょうどその死んじゃった日も稽古中 で翌日も稽古はあったんですけど、その仮装した翌日にまあなんか目が腫れてると、うん、でまあそれはあの死んじゃった日も目は腫れてたんですけど、仮装した日が特に腫れてたみたいで、でまあその時は誰も言わなかったんですよ、共演者がね、何も言わなかったんですけど、1週間ぐらい経ってで、なんか実はこうね、こう死んじゃってねみたいな、あれそれってさ、この間いついつだよねみたいなこと言ってて、あ、そうなんで分かったんですかって言って、だってめちゃくちゃ目が腫れてたからって言って、じゃあみんなちょっと分かってたみたいで、ただそれで思ってたのは、飲みすぎなのか泣きすぎなのかどっちなのかが分からなかったから言わなかったらしいんですよ。そこがね、あの悲しいかな、悲しいかな、目の腫れる酒飲みの差がみたいな、そうでしたか。そうなんですよ。でもまあ突然の別れがね、まあ本当にね、あの和の皆さんとかはね、ホームページとかブログ見てると、うん、またその子が可愛いのよ。ね、ねえ、めぐりっくりでね。くりくりでね。犬みたいな猫なんですよ。あ、どういうこと？人懐っこ。ポポって言うんですけど、ポポってやるとこう来るんですよ。いや来ないよね普通。トン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 。お手間ではしないんですけど、へー、すごい犬みたいで。そうなんだ。おいでおいでって言ったらどこって座るような。そう、じゃあそういうことがありながら、はい、まあ、現実はこうなんていうの、稽古もあり、はい、自分としてはきちっとね、シャンとしなきゃいけないわけじゃないですか。そうなんですよ、ね、ペットとの別れっていうのを経験するとねそうですね、なかなかこの愛情と受け入れなきゃいけないのと、自分も成長しなきゃと思いますよね、うん、そうですね、なんかね、やっぱ、うん、あの次なんかこう次に進む勇気がね、うんうん、あの必要ですよ ね、うん、なんかね、本当ですね、うん、もうあのいつもこうやってですね、藤岡さんと最初に出会ったのが動物に関してでね。そうですね。でもね、今思い起こすと、その日、はい、その撮影をしましょう、インタビューしましょうっていう当日がまさかそのレミゼラブルのね、本番の日だったんですよ。あ、そういえばそうでしたね。私そのね、シチュエーションにすごい驚いて、だいたい本番のその当日に公園で犬とデートしますかね、はい、しかもチャリンコで行って、自転車で来ましたよねチャリンコ30分ぐらい乗ってね、そう来ましたもんね。そのリラックスっていうのは、その舞台がもう自分の中で、はい、なんていうの、日常化するっていうか、舞台以外のこともできるゆとりがあるんですか、役者さんと。役にもよるし、作品にもよるんですけど、まあ、レミゼラブルはすごく長くやらせていただいてたんで、はい、そういった意味ではなんかこうペース配分じゃないんですけど、そこに入る時のなんかこううまくスイッチが切り替わるようになってたんで、まあ、そういう意味では割とよしやるぞって感じになって、本番をやって、で本番終わったらスッと気持ち切り替えて、よし飲み行こうみたいな感じで、でまた役に入るっていうのができるようになる。そうですね、じゃあ、うん、そうなる作品もあるし、そうなるまでに時間がかかる作品もあるってことですか。ありますね、やっぱりペース配分もそうだし、うん、まあ、体のこととか喉のこととかもそうなんですけど、やっぱどうしてもこうなんだろう、そのなんていうんですかね、やっぱマラソンなんですよね、舞台の公演って。うーん、ずっと公演の期間があるわけじゃないですか、うん、だから一日、その一日 OK でも翌日もうなんか体使い物にならなかったら話にならないみたいな、ね、だってお客さんはどっちに行くかはね、来る人次第ですもんね、うん、まあ、かといって、うん、ね、なんかこうじゃあ 20% ぐらいの力でやろうみたいに やるわけにもいかないし、うん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 、そこはすごくバランスをとって。そうなんだ、やりますね、うん、長くロング公演なんてよく簡単に言っちゃいますけど、それだけずっとみんなマラソンしてるってことですもんね。そうなんですよね。じゃあ今ちょっとホッとしてますか、終わって。すんごいホッとしましたね。風を結んでが終わったっていうことね。そうなんですよ。じゃあここからはちょっとこう役も全部忘れちゃうんですか、もう。ね、何日か残ってますね、やっぱり、ね、田島さんって役でしたよね。田島軍兵衛って役でしたね。田島軍兵衛ですよ。軍兵衛今ないんですか。軍兵衛、あ、軍兵衛、あ、そう、残ってます。残ってるんですけど、うん、今日軍兵衛メガネ持ってこようと思ったんですけど、 あれやると丸メガネかけると軍兵衛。そうなんですよ、実は忘れちゃいました。忘れたんですね。じゃあ今日はもう軍兵衛なしで。もう全然軍兵衛、軍兵衛ね、こうなんかこうこういう大山かちゃんりっていう曲をね、そう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 、じゃあバカみたいに踊ってて、いや、じゃあそれが終わって、でちょっとこう、はい、これから、まあ、アーティスト活動がちょっと忙しくなっていくじゃないですか。そうですね、はい、じゃあぜひ今日はせっかく来ていただいて、音楽番組ですので、はい、新しい作品について伺ってよろしいでしょうか。ぜひ。
タイトルが、はい、ディスカバリー。ディスカバリーで、そのね、あのディスカバリーって激しく言うような感じじゃないんですよ。すごい柔らかいんです、この。そうですね、私ジャケットアートに一目惚れしました。可愛、はい、いですよね、このジャケットね。これどうしたんですか？これ僕があのインターネットで片っ端から、その要はフォトグラファーって、フォトグラファーじゃねえや、イラストレーターの方を片っ端から調べて、多分1000人は見たぞっていう。そういう作業ですか？はい。誰かからご紹介とか、全然出会いがあってとかでなく、自分で探しに行ったってことですか？自分がもうこの人だって思うイラストレーターを見つけたくて、1000人ぐらい、すごいですね。自分でネットで見て、何日、ね、結構、はい、パソコンから全く離れずに12時間とか。何ですかその根性。それでもまだ見つかってないぐらいな、1000人いかないみたいな感じなんです。それってあの例が違うかもしれないですけど、どうしても欲しい服があるわけですよ、はい、自分にとってこういう服をイメージしちゃうと、うん、見つからないんですよね、イメージが強すぎると。見つかないですよね、うん、だけどこういうものが欲しいからずっと探し続けるっていう、なんかそういうのはあるんですけど、はい、イラストレーターとなると作品があり、そうですね、作風があり、うん、ってことになると、どうしました？1000人見ながら、1000人見ながら、はい、この人だと思って、ええ、でも直接この作、うん、今ディスカバリーのジャケットはバンビですけども、はい、その方のいいなと思って、お名前は佐藤玲奈さんっていう。佐藤玲奈さん、じゃあ玲奈さんがいいなと思ったその作品は何だったんですか？はい、なんか名前で言っていいのか分かんないんですけど、まあ、某ミクシーっていうやつと、はいはい、それからもう純粋にイラストレーターとかって調べて、うん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 、イラストレーターがいっぱい載ってる、はい、なんかこうサイトとか片っ端から見てたんですけど、でそしたらこの方のホームページがあって、ホームページ見て、でいろいろ作品が載ってて、うん、であんまり人間は描かないんですけど、これが人間もまたいいんですよ。そうですか。ちょっとだけ人間いったりとかするんですけど、とっても良くてんで、動物だけに限らず、花だけに限らず、そうなんですよ。で、まあ、パソコンとかも使われるらしいんですけど、はい、基本的にはやっぱ手で描くっていう。水彩画ですもんね、これね。そうですね、あの水彩画が良かったんですよ、また僕の中でイメージが。水彩画が、あー、そうだったんですか。うん、で僕がもう言ったのは、もうその佐藤さんの作風のままで、はい、であと一個だけお願いしたのは、あのここのここについてるあの四つ葉のクローバー、はい、四つ葉のクローバーを描いてほしいっていう、リクエストを出したんですか。はい、で基本はバックは白、もうこれだけですね。シンプルなオーダーですけどね。そうですね、四つ葉のクローバーは自分の中でなんかこうモチーフとして置きたかったんですか、アルバム。そうですね、うん、なんかあのもともとこのカバーアルバムを作るってなった時もそうだったんですけど、あのよりなんていうんですかね、あのシンプルであり、よりあの温かみのあるもの、うん、さらにそのなんかこう穏やかな気持ちで前向きになれればいいなっていうような気持ちで作ってたんで、あのそういうなんかこう穏やかな幸せの象徴ってなんだろうなと思った時に、ずっと四つ葉のクローバーのイメージがあって、で面白いことに四つ葉のクローバーってネットで調べたら四つ葉どころじゃなくて五つ葉、六つ葉、七つ葉、七つ葉って何ですか、赤か、何十何つ葉まであるんですよ。なんかだんだん30とか40とか。嘘だ。本当なんですよ、ネットで調べるとね。これあのなんかここら辺に出してもらいたいんですけどね。多分ね、見てる方はね、もうこの場で調べてくれって。嘘言ってると思いますよ、ね。いや本当にあのこのまんまね、パソコンで調べてくれ。七つ葉っていうとなんか悪いような感じしますね。いやもっといっぱいあるんですよ。何十っていう葉っぱがついたクローバーがあって、それなんかこうなんかもじゃっとしてんのかな。もじゃっとしてんですよ。もうなんか歯が何枚あるかわからないみたいな感じで。面白いね。そうなんですよ。そんなところまであったんだ。あったんですよね。じゃあもうぜひここにそのねリクエストした四つ葉のクローバーついてるし。はい。聴いていただきたい。今度は選曲です。はい、これは全部で今回5曲ですが、はい、少ないですよね。ライブでもカバーをねやってらっしゃるし、きっといろんな曲を歌ってきたと思うんですよ。はい、でなぜこのそれぞれの曲にしたのかなっていうのは。そうですね、もともとのコンセプトは
かがカバーしなそうなものでそこねなんかカバーしなさそうみたいな、アーティスト目線じゃなくて、はいはい、割とプロデューサー目線で、うん、その要はちょっと面白いネタっぽい CD にしたかったんですよ。あ、じゃあ徳永英明さんと同じ楽曲ではいかないと、絶対いかないって思ってたんですよねだってほら男性ボーカリストでさ、カバーでやっぱ徳永さんね、徳永さんですよね、歌ってらっしゃるじゃないですかやっぱり。そうですね、そっからじゃないですかやっぱりね。でも徳永さんと同じようなことやったら、うん、もう勝てないじゃないですか、うん、もう徳永さんやってらっしゃるし、う、ま、もう出してらっしゃいますからね。そうですよね、そこはね、うんうん、あ、なんか2番煎じじゃんみたいな、面白くないなと思ってカバーアルバムですらもういっぱい出尽くしちゃってるのに、確かにたくさん出ましたね。じゃあもうネタにしようと思って、で一番最初はそういうイメージだったんですよ、はい、でそれこそあのビートたけしさんの浅草キッドとか、あ、そういうことまで考えたんですか。もう完全にそれも絶対入れたいと思ってたんですよ。へえ、面白いね。とか、うん、あとなマニアックなあのタマのさよなら人生とかをバラードにしようと思ってて、それある世代には、まあ、それやってくれるみたいな。そうなんですよね。あとちびまる子ちゃんの曲とか、それ本当にピロピロしましたからね。全部一回撮って、やったんだ本気やったんですよ、本気で本気でやったんですけど、やっぱバラードにならねえなこれと思ってそうですね、そうなんですよ。穏やかに柔らかい雰囲気でね、はい、まあ、タマは良かったかもしれないね。タマね、タマね、ちょっと結構、いやでも未だにやっぱちょっと浅草草キッドはちょっと、浅草キッドはね、諦めきれない、ね、まだいいじゃないですか、ディスカバリー2があってもいいわけですからね。そうですね。じゃあその中で、はい、私あの実は知らなかった曲があって、はい、大切なもの、はい、NHK 東京児童合唱団、はい、これ合唱曲なんですよ。そうなんですね。いわゆるあの第一三章的な、うん、ものなんですよ。これはなんで私は歌ってこなかったんだろう。これは、うん、実は最近の曲なんですよ。割と時代が古いってことですか。僕らもだから全然知らないですよもっと今の10代の子たちがやっている曲で、じゃあ10代の子たちは知っているのね。羨ましい。知ってるみたいです。すっごいいい曲ですよね。いい曲ですよね。歌詞がいいんですよね。ちょっと感動してて、なんで私はこの曲を知らないんだろうと思ったら、そういうことだった。そうなんですよ。へー。で YouTube とかで見るとこう、うん、空に光るってこういう感じの歌が聴けるんですよ。そうなんだ。なんかこうちょっとあの子供版グリーみたいないいですね。そうなんですよ、この番組ね、のーって感じのね。なんか私はもう無理してソプラノを頑張るんだけど声出ないタイプでしたね、はい、いやもう全然ソプラノ行きたいのに歌ってないみたいな、うん、僕らもだってそんなんねもう無視でしたから、ね、それでもまるでね、はい、あのご自身の曲みたいでしたよ。目指しちゃった。なんか私今何もしてないです。目書こうとしたら目指しちゃった言って本当ですか。僕の曲みたいでした。みたいでした。あ、本当ですか。で、アルバムディスカバリーの帯を見て、あ、違ったと思って。そうなんです。何オリジナル入れてんだろうと思ったら違ったそうでしたか。面白い選曲、プロデューサー目線ですね。そうですね。これも本当にあの偶然出会ったんですけど、まさかそうですよね、合唱団に入ろうと思ったわけじゃないですか。そうなんですよ。でも本当にこのこれもこの あのカバーアルバム作るのも、要はさっき言ったように、うん、あんまりカバーされてそうな曲はやりたくないと思ってたんで、はいはい、すごい数の曲を探しましたね、うん、やりましたね、うん、じゃあそうなると、はい、風の通り道、はい、これはもう人気曲、メロディーは知ってんじゃないですかね、はい、でもあんまり歌ってる人いないですよね。そうですよね。なんでかっていうと、はい、トトロですよね、はい、そのイメージが強いからですよ。そうなんです。他の人がなんか歌わなかったわけっていうのは、世界がありすぎて、なんかこうまさか自分が歌うなんてって思っちゃうね。それを歌ってらっしゃいましたね、まるで自分の曲のように。これも、はい、これでもファンの皆さんも好きな曲じゃないかな。これいい曲ですよ ね。藤岡さんファンとしては、風の通り道からスタートして大切なものがあって、うん、飛行機雲、飛行機雲、これも歌詞が、まあ、基本的に割と歌詞はすごく、うん、歌詞重視しましたね、みたいですね、うん、そして君を探してた、君を探してた、これはもうあれですね、友達じゃないですか。そうなんです。友達じゃないですか、ね、友達の歌を歌ってびっくりさせてやろうと思ってまだ聞かせてないんですか。聞かせてないと思います。ゲミストリーないと思います。ちょっとゲミストリーの感想が聞きたい。そうですね。もうなんかよくわかんない、私のイメージでは、そこ皆さん友達、そのアーティスト同士ってつながったら別に
なんだろうな、仲間ですね、仲間の感じがする。やっぱり仲いいんですか？仲いいですね。ちょっと前もなんか朝方まで飲んでました。やっぱりそういう、そう、皆さんそ, う、ね、そういう誰とは言いませんけど、はい、まあだろうな、うん、そうですか、うん、へえ、でもいい関係ですね。そうですね。でなんかこうまあまたもともとこの君を探してたは、あのその作曲家、作詞作曲されてるシンガーソングライター の, あの川口大輔さんの曲なんですよ。そうだったんですか。そうなんですよ。もともと彼がインディーズ時代に出してるんです。そうなんだ。でそれがすごい好きで、もともとそれが好きで、当時から川口さんとを知ってて、でそれでもうわあこの曲いい曲だなと思ってたんですよ。俺が歌いたいぐらい好きだった。歌いたいぐらい好きだったんですよ。でもケミストリーに歌われちゃったもんだから。そうなんだ。へー。そうなんですよ。ミュージックチャーム濃いですね、ネタがね。私は川口さんのバージョンもなんとか聞きたいですね。ねえ、うん、ちょっとね、どっかないかな。いや、ないものはないです。絶対探せないことはない。そうですよね。うん、きっとある。なんだろう、川口さん、この場を借りて。そうでしたか。そうなんですよ。ちょっと勉強不足でいいことしちゃいました。ディスカバリー、最後に入っている一曲が、はい、スワローテールバタフライ、はい、愛の歌。愛の歌。イエンタウンバンドのね。チャラさんが歌ってるやつですね。これを男性が歌いましたか？これもね、割とこの君を探してたとスワローテールバタフライは、うん、本当に最後の最後の方に決まったんですよ、うん、でスワローテールバタフライと別に、スピッツのロビンソン、うんうん、それからクルリの、はい、言葉は三角、心は四角、この3曲ですごく迷ってたんですよ。迷いそう、迷いそう、はい、でも、90年代の曲を入れたいって思ってたんですよ、はい、新しいものも古いものもなんかちょっとこうちょっと懐かしくなってきたものも、うんうん、なんかいろいろ入れたいなと思って、で、まあじゃあスピッツかスワローテールバタフライどっちだってなって、あとはもう多数決ですね。あ、もう皆さんの、もうなんかこうスタッフとか僕の、家族とかの多数決で、はい、この曲ね大好きで、はい、大体私はカラオケに行くと歌える曲がほとんどなくて、はい、このスワローテールバタフライを歌いたいから歌い始めるとみんなピシッて切られるんですよ、はい、ダメって言って歌いたいのにもうね心にっていうところでダメピッて言って。あ、そうなんですか、うん、そう、最後まで歌えたことがない。あら、すごいいい曲じゃないですか。いいですよね。でもあのイエンタウンバンドのあの世界がこう広がってきて、あのチャラさんの歌声もなんとも言えないじゃないですか。でもそれを男性がこう歌うかと思ってうなってしまいました。本当ですか、はい、ちなみにこの曲僕ピアノ取ってるんですよ。ピアノ僕が弾いてるんですよ。本当ですか。なんでかっていうと、あのピアノのレコーディングが終わっているにもかかわらず急遽この曲ピアノで、本当はギターでやろうと思ってたんですけど、ピアノでやりたくなっちゃったんですよ。でもう時間もないし頼んでる、はい、もう予定スケジュールが合わない、じゃあもう自分で弾くっつって自分家で。本当ですか、はい、いいですねそれね。そうなんですよ。自分でピアノを弾いて、そしてこの愛の歌を歌ってしまった。そうなんです。いやちょっとそれぞれの曲がありますので、うん、今日はもし一曲この中から一曲聴いてもらうとしたらどれがいいですか？迷いますよね。どれがいいんですかね。どれがいいんだろう。どれがいいですか？大切なものかな。大切なものに
ある温かいこの気持ち」藤岡さんはですね、シングライクトーキングがお好きと聞きましたが、はい、本当ですか？好き、そうですね、佐藤千佳前さんの、なんつうんだろう、歌が好きですね。本当ですか？うん、その、まあ、シングライクトーキングも長い活動をしてますけれども、はい、今実はここにまるでいるかのようにここね、はい、こう皆さんには見えないんですけど、このパソコンの、はい、今、液晶のところにですね、お三方が映ってらっしゃいます。今回このミュージックチャームのためにですね、はい、メッセージをくれたんですが、えなんせこれ音楽番組でやっぱりシングライクトーキングって、はい、その音楽に関わる話っていうの昔すごい私ラジオが大好きで、はい、佐藤筑前さんのラジオ番組もそれこそ見学に行っちゃうぐらい面白くて、はい、で今回せっかく音楽番組なので30年前、はい、例えば70年代後半から80年代前半それぐらいに聴いてた曲は何ですかっていうことでメッセージいただいたんですよ、はい、なので一緒にちょっと見ていただいて、ぜひぜひ何かあればぜひコメンテーター、コメンテーターじゃあ行ってみたいと思います。はい、ミュージックチャームをご覧の皆様、 お元気でしょうか？元気です。シングライクトーキングの佐藤千佳前です。藤田千佳です。西村です。西村さん怖いですね。30年前、西村さん怖いですね。約、ね、79、80、81、その頃はまあ僕らはもちろん音楽スポンジのように聴きまくっていたわけでございますが、まあ、高校生ぐらいですからね。うん、なんでしょうね、西村さん。ちょうどですね、僕が始めた頃ですね。おう、ギター始めたぐらいですよ。はい、どの辺聴いてました？やっぱりですね、トトとか聴いてました。トトね、はいはいはい、ましたね。トトのファースト、セカンド、ファースト、セカンドだったですね。まだこうプログレの色もあり、はい、ロックンロールの色も濃くありみたいな、うん、はい、そういう時代ですね。そぐらいですよ、はい、そうですよね。今度ちょっと来ますけどもね、2代目ベーシストのマイク・ポーカルの、うん、ちょっと体調悪いということでね、はい、なんかこうみんなで応援するために来るようでございますけどね千秋さんは千秋さんどうすかね。どうすかね。千秋の家に行って南こうせつさんの寂しいカバンっていう曲が入ったアルバム、ソロアルバム、うん、あれよく聞いた覚えがあるんですけど、 そうですか。それこそトトっぽいアレンジなんですが、あ、高節ってどうだったの？それは知らなかった。知らなかった。知らないんじゃないですか。君ちですよ。俺じゃないとか言ってたですよ。そうそうそう、はい、なんで覚えてないんですかね。あんまりこう聞いた記憶ないし。千秋さんは 何聞いてました？その辺なんですかね、うん、なんでしょうね。でも意外とね、聞いたものって分かんないんですよ。達郎さんとかよく聞いてる、うん、ああ、達郎さん、達郎さんね、達郎さん、まあ僕らみんな聞きましたね。聞きました。達郎さん、オッコース、うん、後からですけど、ユーミンさん、まああの辺のサウンドがまさにこの、彼らが30、うん、なるかならないかっていう頃で、ね、こう日本の歌謡シーンにこう、ね、挑むかのような素敵なサウンドを鳴らしまくってた時代ですね、はい、小崎亜美さんとか。そうですね、まあ、その辺の人たちの曲が松田聖子さんのね、曲とかで大きく花開いたりもして、音楽評論家もそうですね。それまでの歌謡シーンを大きく変えるきっかけにもなりましたよね。そうかもしれないですね。松田聖子さんとの絡みでもあってね、僕はやっぱりあれですかね、プロになるきっかけになったらビリー・ジョエルの、うん、ライブアルバム、Songs in the Attic、うん、これが81年、きっかけですよ。すごいっすね。ですね。なるほど、うん、まああの時代はそうですね、まあ、テクノとかは結構ありましたが、まあ大まかに言うと生演奏で音楽が演奏されるっていうのが当たり前だった時代の終焉の頃なんでしょうね。あ、ね、その後ルエムとか来たんだっけ、ね、うん、それで83年で大学に入ってちょっとしたぐらいでもう打ち込みもあれば、そうですね、生演奏も持続すれば、チキチキボーンすごいチープなサウンドから、ちっちゃい時はもう80年すごくハイソなサウンドが、そうですね、82年生まれそれぞれがせめぎ合って、
模索してた時代なんでしょうね、世界中がね。かもしれないですね。そうそう、シングライクトーキングも8年ぶりに、ニューアルバムを8年ぶりにリリースいたしましたけども、うん、すごい間空いてますね。5月18日にリリースしたのでちょっと落ちましたけども、キャンペーンも落ち着いたところで、まあシングライクトーキングぐらい接想もない、だから今そういえば10周年楽しみ、ないんじゃないかな、 8年ぶりって、うん、結構いろんなジャンルの人から一歩引かれて見られるグループですね。どうなんですか。どこのジャンルにも仲間はいるんですが、どこのジャンルにもいまいち親しくしきれてもらえない。しきれて。突っ込ま、突っ込む深いところまで行かない。はい、行かない。おかしいですよね。まあ、宿命なんでしょうかね。どうなんですかね。ねえ、ハードロックから何から濃いのからブルースから聞くかと思えば、いわゆるおしゃれと言われるようなね。ものまで、ジャズから何からっていう感じだったりして、それがまあポップスの中にっていうところで、なかなか何考えてるかわからないところもあるんでしょうかね。ですかね。うん。まあシングライクトーキングとしてはそういうカラーをですね、より一層一つの、また一つのカラーとしてこれからもどんどん充実させていくんじゃないかなというふうに思うわけなので、より一層孤立していくのではないかみたいな。まあ、いいんじゃないですかね。ぜひ今回のアルバムエンパワーメント、いろんなタイプの音楽が好きな人はいろんな角度から入ってきていただいて、そして、今まで聞き馴染んでない音楽にこう行く橋渡しにもなったら嬉しいなというふうにも思いますし、また僕らの年齢内のメッセージが、全体の中に、溢れていますので、それをそれなりの、それぞれの捉え方で何かのきっかけになったら嬉しいなというふうに思いますね。はい、とりあえずはまあ30年ももっと以上も前からのずっと聴いてきた音楽がですね、そのまま正直に今も現れているのには非常に誇りを持っているかなというふうに思います。ということで、シングライクトーキング、佐藤祝然と藤田祥一と西村でした。このピースがね、本当はすごい今回真面目に語ってくれた後日談として聞いておりまして、はい、音楽についてそうですね、言ってくれました。8年ぶりのそうなんですニューアルバム。でもなんかこういろんなジャンルにの人たちに一歩引かれるって笑ってましたけど、うん、そのスタンスって面白いかなと思うんですけど。僕も思います、うん、僕ねデビュー当時これをこういうふうに思うんだみたいなことをスタッフに言ったら、うん、それはダメだと言われたんですよ。こういうふうにっていうのは要はそれが今シングライトーキング の、うん、考え方と同じことだったんですよ、うん、ロックもやりたいし、はい、ブラックミュージックもやりたいし、ジャズもやりたいし、ボサノバもブルースもいろんなことをやりたい、うん、でもそれをポップスっていうカテゴリーの中で自由に羽ばたいて音楽を表現することを俺はしたいんだって言ったら、それ今それだけ聞いてると、要はもう何がしたいかわからないって。なるほど。まあ、それはそうなんですけどね。 それを具現化するのがってすごく難しいことだと思うんですけど、音楽ってこのジャンルですってだけでとらわれちゃうと、なんて言うんだろう、すごく自由じゃないんですよね。だって例えばですけど、2000年前ぐらいか、2000年代よりちょっと前ぐらいに例えば2ステップとかが出てきて、でじゃあ人なんだっけ名前、クレイグ・デイビッド、クレイグ・デイビッドは2ステップの人だと、うん、R&B2 ステップの人だとかって言われてましたけど、彼の別に音楽は2ステップってだけじゃないし、新しいものもどん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 生んでるわけだし、でなんかスティングのカバーやってみたりとか、すごいいろんなことやってるのに2ステップの人ってくくりになっちゃうと、とってもつまんないことになるじゃないですか。なんかそれってなんか俺はナンセンスだなっていつも思うんですよね。だからすごいわかるんですよ、うんうん、いろんなことを自由にやって、どんなジャンルとかそのこっち側の人あっち側の人とかって、そんなくくりはね、結果であって、そんなもん属さない方が自由なんですよね、うんうん、結局属してないですか。ボーカリストっていうことでは
自分を孤立してるのかなとは思ってるんですけど。でもね、固執してないんですよ。僕もともともう19ですね。あ、違う、20歳の時だ。20歳の時に、ボーカリスト、シンガーとしての、なんて言うんだろうな、シンガーとして何かを極めることはもう諦めたんですよ。20歳の時に。はい。あ、これ無理だと思って。意外です。すごい上手い人見ちゃって。ああ、そういうこと。あ、これは叶わないと思って。あの、ピーボブライソンっていう人なんですけど、ピーボブライソンとそこですか、まあ、共演させてもらって、うん、もうこれ叶わないと思って、もうそしたらもういいや、俺は上手い歌とか、そのもう誰もが納得する歌唱力、そこを目指すのはやめようっていう、自分らしい音楽を作っていって、自分らしく歌うことが自分のシンガーとしての形だなって思うようになったんですよ。いま、うん、だに別に上手くなろうとか上手く歌おうなんて一切思わないですね。ずいぶん、うん、でもそのきっかけは早いうちに来たんですね。共演できたっていう、そうですね、そうですね、このビボブラさんと共演できたっていうね、ラッキーな経験であり、そう思ったっていうね。そうですね、うん、でも逆にそこが自分の中ですごくあの自由度が増しましたけどね、うん、だからすごくこうサウンドのこと、音楽を作ること、あの作曲にしても作詞にしてもプレイにしてもなんかより自由になったし、あのそれまでは割と歌い上げてなんかこうすごい歌がうまいねって言われるようなものを割と選びがちだったんですけど、なんかこうあんまりそういうのを考えないで歌う曲っていうんですかね、張り上げない、もうただ話すように歌って、あ、シングル行く時に歌うように話す、うん、そう、本当はそうなんですよ。あ、違う、話すように歌う、本当でもそういうことなんですよね。そう、そういう風に考えるようになったんですよね、うん、シングライクの3人は今南こうせつさん、それからビリージョエルも出てきましたけど、はい、藤岡さんの中で、まあ、さっきね筑前さんそれがプロになろうと思ったきっかけってまで言ってましたけど、そうですね、なんかありますか。ね、洋楽を聴き始めたのは、はい、僕ビートルズだったんですけども。そうなんですか。そうなんですよ。で、まあ、父親がレコードがあってそれを漁ってて、それこそ親父は洋楽ばっかり聴いてたんで、ビートルズ聴いたり、あとはあの小学校高学年とか中学生ぐらいでチェット・ベイカーとか聴いてたりとか、うーん、なんでそんなみたいな感じなんですけど。 お父さんも歌われるんですか。いえ、いえ、なんかあの僕がですね、一回キャンプ、一緒に親父とキャンプ行った時にギター持ってってたんですよ。で、なんかこう遊んでたら、いいですね、お前なんか弾けとか言って、うん、いいね、さっきの感じがいい、ボサノバだとか言って、で、こうなんか適当にボサノバのループをしてたらですね、イエーイエーイエーとか、なんか酔っ払って歌ってましたけどね。わかんないですけどね。歌は好きですよね、好きなんです、はい、音楽好きだから。じゃあアナログですよね。そうですね、うん、レコードばっかりありましたけどね。で、あとはでもやっぱ僕はダニーハザウェイなんですよね。それはすごいしっくりくるんですけど、なんかすごいダニーハザウェイです。ダニーハザウェイはもうシンガーとしてアーティストとして、で、あとはキャロル・キング、これはもうシンガーソングライターとしてもう割と盤石なこう、うん、もうね、2枚看板が僕の、はい、あのあれですね、なんかこう音楽性を引っ張ってくれた感じの、階段の上にここにいて引っ張ってくれてるんですね。そうですね。今日はあのこうやってお部屋の私物のね、アルバムを持ってきていただきたかったんですが、はい、部屋がぐちゃぐちゃすぎて見つからなかったっていう。昨日ね、大丈夫ですよ。二人で電話で話してたんですよ。それであのマピさん、あのうちがあのカオスなんですって言って。なんどういうことですか。あのミュージカルを舞台やるっていうのはそんなに大変なことなんですかとか言ってね。いいんですいいんです。もうこれ皆さんあの分かっていただけると思うんで。はい。ぜひあのその今の、ね、出てきたアーティストも改めてまだ知らなかったわっていう方も若い方でいるかもしれないの で、 そうです、ね、きっかけになるといいなと思ってます、こういう番組が。松本智子ミュージックチャーム。じゃあ例えば、はい、これからご自身のディスカバリーを持って、はい、コンサートがありますよね、ワンマン、はい、あるんです。そういう時って自分のバンドですよね。そうですね。これを作っていく空気ともっと大所帯にはなりますが、はい、舞台で、まあ、演出家の方がいて、はい、共演者がいてっていうこの空気とは全然違います。あ、全然違います。全然違います。全然違いますね。
あの舞台に関してはその舞台での自分の立ち位置みたいなものを考えるじゃないですか。でやっぱライブになるとあの、まあ、自分でアレンジもしますし自分の曲ですしね。バンマスみたいな感じですか。そうですね、一応バンマスっていうかあの一緒にアイデア出し合ってくれる人がいるんですけど、うん、基本的には全部自分でまずもう譜面も書いて作ってってアレンジも考えておいた上でやりながらこれどっちがいいかなみたいな相談はするけど、うん、みたいなことなんですよね。だから全部基本自分なんで、うん、あのなんつうんだろう、ちょっとそんなにおちゃらけてられないっていうかそうですよね自分でどんどん進行もして作っていくっていうことですね。そうですね、それこそもうわあガンガン曲やるじゃないですか。ちょっと休憩しましょうっつってもう5分10分タバコ吸ったりこうねジュース飲んだりみたいなことやって、で夕方になってきてもうちょっと頭ウニになってきたねってなったらもう飯行こうとか、それも全部時間も自分で決めていく考えるんで。そうですね、もう初めてやった頃とかは時間足んないとかなってましたけど、まあ今は割と時間で収まるようになって、でもやっぱうん全然違いますね。じゃあこれから待っているのはディスカバリーをもってのカバーも多い、はい、カバーに限らずカバー、いやカバーばっかりですね。あ、本当にそういう風にやっていくんですか。はい、今度のツアーはカバー曲しかやらないです。そうって、本当にそういうところなんかこうこだわりますよね。ネタですからね、うん、ある意味だってそカバーライブって言ってんのになんかこう半分カバーとかなんか中途半端じゃないですか。そういうの嫌なんですね。こういうコンセプトでやってるよだからもうこういうことやるからこれを見たいやつおいでみたいな感じで。なるほど、じゃあもうカバーツアー、カバーライブツアー、カバーライブツアー、あのぜひ皆さん日程をチェックしていらしてきたら、ぜひ来ていただきたいですね。こだわりをつまりこのディスカバリーに入っている曲だけじゃない、だって終わっちゃいますもんね。そうですねすぐ終わっちゃいますもんね。結構変わった曲やります。へー、昔僕もう一枚カバーアルバム出したことあるんですよ。あ、そうなんですか。はい、デビューして1年経ってないくらいの頃にあの出したことがあって、それは VS っていうアルバムで、うん、よくあの対決、はい、でバーサスって意味の、はい、であとはあのそれをバリアスアーティストとかって言ってあのねいろんなコンピレーションとかあるじゃないですか、はい、そのアーティストの A を S にして、はいはい、バリアスセッションズにして、うんうん、おしゃれですね、はい、で VS っていうタイトルで、でなんで VS かっていう、戦いの VS かっていうと、実は僕の歌と声と楽器1個だけのセッションでできてる、うんうんうん、しかもライブ版のアルバムなんですよ。ライブすごいですね。例えば楽器って、はい、まあ、ピアノだったら分かりますよね。例えばピアノ分かりますよね。でギターとか分かりますよね、はい、ウクレレ分かりますよね。あ、いいですね。ここからちょっとずつマニアックだな、なんだろう、ウクレレになってきますよね、はい、ハープまあ大丈夫ですよね一応ね。あら、でも急にハープか、まあでも和音楽大丈夫ですよね、はい、でオルガン、うん、まあ一応和音ですよね、全然大丈夫ですよね、うん、はい、でスティールパンスティールドラム、まあでも音階ありますよね、はいはい、これ、まあ、スティールパン3人いてくれたんで、あまあまあ、はい、ちゃんとサウンドになってますよね、はい、であとはトロンボーン、トロンボーン3人なんですけど、はい、まあ3巻だから一応和音になるじゃないですか、まあね、でもトロンボーンと僕なんですよ、あとの楽器何もない、はい、で最後どうなったかと言いますと、うん、ハーモニカ1本と僕の声ハーモニカ僕の声より普通の人間の声より割と高いところでなってるじゃないですか。そう、ね、自分の声より高い楽器と自分の声でそんなんで一曲成立させるなんてことは多分まずありえないと思うんですけど、うん、それを19歳の藤岡少年がやってたんですか。やってたんですけど、その当時の曲、まあ当然あのアレンジは違うんですけど、やっていた曲、例えば川の流れのようにとかいいですね、どの楽器なんだろうあとは尾崎豊さんの Forget Me のっていう曲とか、いいで忘れないですね、いい曲ですよね、いい曲ですね、それもまたでもそれがどの楽器なんだろう Forget Me のがこれですね、まさかハーモニカ一本、ね、本当ですか、はい、面白いですね。そうですね、あとはあのティモシー・ビー・シュミットってあります、ね、はいはい、の So Much in Love、 いいですね、あれとか、それが何なんだ、全部何と組み合わさったのか、何なんですかね、
いいですね、そのあたり。そうなんです、まあ、それそのアルバムのどれかをやるとか、いいです。それから、まあ、僕出が朝やんというオーディション番組なんですけども、朝やんの当時のコピーした曲もやってみようかなとか、割とそういうあの割と開き直った企画ですね。楽しそうですね。そうですね、うん、もうそうそうやることないだろうし、あのいや、そうそうやることないって言わないで、好評だったら続けてください。まあね、でもまあなんかね、こういう節目だから楽しいことできちゃうっていうのありますよね。そうですね、うん、あの私の余談ですが、私のおじはハーモニカ の、あのプロなんですよ。そうなんですか。今あのハーモニカで歌うって考えたことがある。ハーモニカと大体あれですよね、なんて言うんでしたっけ、アコーディオン、アコーディオン、うんうん、とかですけど、あのハーモニカで歌うかと思って今ちょっと不思議でした。ハーモニカは基本的にはね、トップでそうそうメロディーを奏でる音ですから。そうなんですよ、すごいですね。それと歌ってなんだろうなと思いながら今あのちょっといろんなハテナマークと、はい、面白いことやっぱり10代の時からやってるからこんな老けちゃったのかしらと思って困った。そんなことないですよ。あのぜひディスカバリーを皆さん聞いていただいて、はい、コンサートに足を運んでください。はい、相当トークも面白いですし、いろんな演出があってコンサートも素晴らしいので。トークね、トークバカばっかり言ってますけどね。だいたい私たちが喋ってると番組は終わりません。はい、そうですね。なのでそろそろ私も、はい、あのこのお部屋も閉じたいなと思っておりますが、そうですね、またこれからもよろしくお願いします。本当にありがとうございました。今日は藤岡正明さんに来ていただきました。ありがとうございました。